ああ、売っちゃった。そうか、四角ボタン当たるだけで撃つんやな。構えボタンないのね。コンバイン。変わったところはない。ガタンゴトン。ガタンゴトン。ガタンゴトン。ここは19号車の2階ですと。後方階段前。お。これはなんだ。わあ、大した列車だね。神あれよ、神。あれは何かメモでしょ。ブルーハーベスト号竣工にあたり、各 NATO 加盟国から護衛任務のために選抜部隊が送られている。はい。その動きに合わせたプロジェクト用ネットワークシステムの概要も発表された。はい。緊急時には列車通過国の国連機関とリンクして、ペンタゴン軍略指令センターに対策本部が設置されると、NATO 軍スポークスマンは語った。まあ、どうでもよさそう。どうでもよさそう。なんかこう、あれやな。このゲームのストーリーにちょっと肉をつけるような。あ、これじゃないですか、これ。お、これは。例の、あの、日誌に書かれてたやつ。なんか今、すっとっとっとみたいなの言ってなかった？いや。気のせい。気のせいでしょ。あれを入れるんじゃないの？入れるんだよ。あのユニットはそうじゃないの？違うものなの？入れんねやんか。場所や。入れるんじゃないか。下から何か上がってくるようだ。いやな、ここでなんか閉じ込められてる人がおったらさ、わあ。おお、下の階に飛び出てる。ああ、さっき覗いとったとこや。あちょん。あやー、血だ。こんなもんけど、敵さんもさ、追っかけてくるんじゃないの？わあ。ああ、いちごジャム。大使火曜メニューや。前菜。メイン。もう別にそんなもんどうでもええ。お、これなんか広そうじゃないか。いろいろぐちゃぐちゃになってるね。あらららら、あらららら、連れて帰ってる跡があるやん。うわ、美味しそう。さっきのやつらはさすがに追っかけてこないね。いや、もうゲーム的に追っかけてこないでしょうね。普通やったら追っかけてくるでしょうけどね。だけど普通に追っかけてきてもあっこ開いたらもう即蜂の巣よね。まあ、わざわざあのリフト使って追っかけては来ないでしょう。おー、なんだこいつは。シェフ。大丈夫ですか、シェフ。シェフの冷凍や。お、カードキー G。おー、カードキー G。めっちゃ揺れとんな。なんでここ、こんなちょっと怪しい曲してんの。寒いからや。お、何ですかそれ。行ってみよう。寒いし。お、これを切ることによって、この辺が溶け出して、ラム肉。ラム肉が食べれるようになるとか。調理師が撃たれて死んで、かわいそうにの。かわいそうな調理師。この調理師は今日はあの、フランス大使にね、自分のとっておきの、なんと、あ、間違えた。あ、降りてきたの。なんてやつ。スタイリッシュやね。そうか、いきなり敵がおることがあるんだね。今ここのドアロック解除されてなかったってことは、こいつもリフトで降りてきたのか。ああ、そうなんかな。降りてこへんやろって言ってたら、リフトで降りてきたね、これ。もう一回上に行って。あれ、ここじゃないな。ここはさっきの。そうそう、あの、ここのこっち側にもなんかあった。
ったと見せかけて何もなかったわーい。身の回りだしね、ゴミね。何もないぜ。おお、かい。お。あ、おトイレかな。あ、トイレだ。トイレで死んでら。てか、うちの隊員たち弱いな。弱い。もうただの宝箱とかしてるやんか。逆元の宝箱。もうちょい頑張れよ。これ一つ気になるんやけどさ。はい。男女共用っぽいやんか。男性がおしっこしてる後ろを女性が個室に入るしかないね。女性の方が入ってきてキャーみたいな、キャーはこっちよ、キャーキャーはこっちよみたいなことになってしまうかもしれん。作りが悪いね。うん、ちょっと作りが謎やね。マルキーは前のとこやったかな。あそこか。こっちか向こうかどっちかやろうね。え、使わないといけない？わざわざ使わないといけない。使いますかって言っていない。あれ違う。ああ、違うな。反対へ戻らなかった。向こうか。じゃあ向こうへ戻りますね。さっきのシェフが持ってたカードキーをここに使いますと。使わしてくれよい。使いますかと出ないので自分で使わなきゃいけないと。しょい。オープン。つまりシェフはここに通れたということか。通れたね、シェフはね。ビップルーム。おお、なんやこれ、すごそうやぞ。お、なんだこれは。使えそうなものはない。使えそうなものはない。ここはビップの人が泊まるとこではなさそうですね。あ、SP の待機室や。ほう。すぐに駆けつけれるようにってことですね。じゃあ何？この辺に、あ、これ扉じゃないのか。これ SP やね。SP！ SP は、使命を果たせてないですね。死体がなんか宝箱とかしてるね。なんか死体があったらパンドラの玉があるぞ。そう、死体があったらそれはもう宝箱の合図。それもいけんのかな。うわ、パスワード式のやつや。なよろしく。何ていうかな、5502とかそんなんやったっけ。何がですか、何がですか。うわー、なんか来た。あの、イージスガンダムの自爆パスワードやね。あ、イージスガンダムの自爆パスワードですか。まあ、全く違うかったけどね。全く違うかったな、案の定や。で、失敗したら敵来るとは、なかなか新しいな。やっぱメモ用紙や。あれけど、ここも SP 室？ここも SP 室だね。ダブル両サイドからの SP 室。風神雷神やね。風神雷神で、こっちの SP も死んでると。ああ、固定カメラを動かせるっていうカメラなのに。で、そのメモ用紙は？うわー、死んでるー。ファイ。多分アイテムやね。アイテムか。メモ用紙と。はい。何やねん、これ。チェックか。あ、筆跡の跡が残っている。どこかのパスワードか？1742です。1742。絶対そこやん。SP 大丈夫？この近くにビップさんのさ、パスワード置いといてさ。わかりやすーい、なんかこう謎解きやね。1742ですね。おえー。こんなお子ちゃまな謎解きも今さら小学生でも。なんかおるー！
けられるんだ。ちょ待って、痛い痛い痛い。こいつら下手くそやな。何をそんな単性バトルしてた今。こいつらの射撃戦どうなってんねや。何でそんな今単性バトルでした。どんな射撃の腕前しとんねん。蹴られると思わなかったな。お、ピエール・サイモン殿。大使への任命書だ。うん。ああ、貴殿には列車のなんか安全性を宣伝してもらいたいってね。おお、さらになんか美術品。なんかようわからん話だな。政治的な話ですよ。お、大使と家族の写真だ。大使と家族の写真だろうか。モスクワの赤の人。この何やったっけ主人公。ジャックモートの少尉。鼻がでかい。鼻がでかいね、ジャックモートの少尉。鼻筋がキュッとしておられるよ。ムービーだ。動くな。おお、おお。ダダダ。あ、それ勝手に撃っちゃうんや。動くな。誰？あ、大使。あら。I think so. Who are you? えらい早いこと大使と合流できたな。元の少尉です。レスキューユーです。They took my family away. My wife and daughter. My wife. Do you know where they took them? The terrorists were talking about. SP 一名と後方射手と連れ去られた。何が、何で握手してんの？手温めてんじゃないかな。おお、なるほど。ああ、なるほど。Mr. Ambassador, a rescue team is coming.But I'll try to rescue your family myself. Ambassador, 大使に銃を向けるな。危ないでしょ。危ないですね。ねえ。あ、なんか光ってる。私は何か持ってますよと。わざわざあの死体が何か持ってるからちゃんとここチェックしてから行ってくださいねと。優しいこのゲーム。優しい。こういう気遣いがね、ゲーム一番重要なんですよ。でも気づかない人もいるからね。そうそう、いるからね。お、なんか、うわ、あらあらあら。あらあら、バスル。ドアの銃痕がすごかったね。何をしてんねん。なんか怪しいぞ。何を？いや、変わったところはねえんだよ。だけど、何かあるな。あ、なんかここハマるぞ。絶対ハマるぞ。あ、ハマるね、これ。何をはめんねん。どんな列車やねん。とりあえずカードキーを手に入れたから、次行くところとしては、おそらく向こう側の。向こうのとこでしょうね。おっと。どうしたん？顔を押さえて。通信だ。お、喋らないのね、ここ。ここ喋らんな。電車も一緒です。救出部隊は回ってます。10分後に到着予定です。了解、引き続き大使のご家族がいると思われる後部車両へ向かいます。了解。わかりました。お願いします。祈ります。よろしく。わかりました。わー、おったー、びっくりした。私は命に代えてもお守りしますと。お、頑張れよ、はい。私よりも妻と娘を頼みます。まあ、分かってたさ。挨拶代わりした。だいたいこういうのね、当たらんねんけど、稀に当たるゲームがあるんよ。稀に当たるゲームはやらしいゲームやね。もうそのままゲームオーバーなっちゃってさ、嘘やんって。救急キット使ったな。